ニハオ、日本の皆さんこんにちは、トントンです。ご覧ください、今日の北京はいい天気に恵まれていますね。涼しいです。こんな天気の良い日は、そうですね、外でご飯を食べたくなりませんか？たまには室内ではなく公園でお弁当を食べるのも楽しいことでしょう。お弁当といえば、日本のお弁当は種類が豊富で選択もたくさんありますね。そこで今日は一風変わった中国の最近の流行りのお弁当を皆さんに紹介したいと思います。では早速チェックしましょう。トントン、はい、今日は2つのお弁当を見せたいと思います。見た目はボリュームのあるごく普通のお弁当にしか見えないかもしれませんが、実は面白い仕掛けがありますよ。じゃあまずこちらからチェックしてみましょう。じゃんじゃん、ご覧ください、何でも入ってませんね。具材のパックしか入ってないです。まずこれ、加熱するパックです。これをこの中に入れます。そして米です。そう、生の米ですよ。生の米から新鮮なライスに炊きます。ここで用意しているお水を注ぐだけ。それからこちらの料理、おお、これレトルト料理ですね。お、今日私選んでるのは日本の肉じゃがに近い料理です。じゃがいもと牛肉の煮込み物、あと野菜の具材のパックもありまして、これをお米の上に巻きます。そう、炊き込みご飯みたいなものなんですね。栄養のバランスもよく考えられて素晴らしいアイデアだと思います。これは入れなくてもいいです。なぜかというとザーサイですから。そしてこれから加熱していきますよ。本当に少なめの水入れるだけでも OK です。これぐらい、よし、あとは待つだけです。美味しくなれ。おお、ご覧ください、魔法みたいですね。もうすぐに、もう5秒間ぐらいもかかってないかと思いますけど、蒸気が出てきました。うわー、楽しみですね。ライスが完熟なるまで、そうですね、だいたい15分間ぐらいかかりますので、待っている間にもう一つのお弁当を皆さんに紹介したいと思います。ご覧ください、何でしょう。このパッケージの写真見るだけで分かりにくいかもしれないですね。そう、中国の火鍋です。火鍋もこんなお弁当できるんですよ。じゃあ早速チェックしたいと思います。しかも有名なブランド、ハイディロー、日本でも有名だったと思いますね。日本もこのハイディローのお店が出していると思います。鍋までこんなレトルト食品で楽しめるのが、もう一人暮らしの人には助かると思います。うわ、こちらもご覧ください、もっといっぱいありますよ、具材が。おお、これは野菜系、これがお肉系、分けてますね、きちんと。あとはこれ何でしょう、あとで中身をチェックします。おお、豆腐製品入ってますね。湯葉みたいなものなのかな、気になります。あ、火鍋に欠かせない鍋のベースですね。うわ、これ複雑です。ちょっときちんと一個一個やっていきましょう。まず加熱するこのパックを下に敷っといて、でこれを乗っかって、またまずはベースを入れると思いますね。なんか豆板醤に見えませんか？すごい。
ちょっと辛すぎならないよ、これぐらいにしましょうか。あとはそうですね、じゃあまず下に野菜を敷きたいと思います。見えますか？結構ボリュームがありますね。これ本当に本格的な鍋って感じ。わ、これまたちょっと赤っぽい牛肉系のいろんなものが入っています。入れるよ。うわ、もうここまでで 辛そうな香りが。最後は豆腐製品。本当に鍋ですね。火鍋食べに行くときはだいたいこれらのものを頼みます。あ、本当だ、ちょっと湯葉を揚げたものっぽいですね。これも入れときましょう。ちょっと箸が欲しいな。お箸はこういう風になっています。じゃんじゃん。ちょっと短いけどこうやってできました。便利ですね。これをきれいに並べて、おお、これも先に入れるんだ。とんがりコーン、とんがりコーンがついてる。うん、普通に美味しい。これも入れるのか。美味しそうですね。これで、この上に、あ、下にちょっとお水。本格的に絵の鍋を作りましょう。火鍋ですから結構お水がいりますね。よし、お、すぐ本当に蒸気が出てますね。美味しそう。焼こうか。よし、じゃあこっちもしましょう。じゃあそろそろ、これがもういい匂い、さっきから漂ってきてお腹も空いてきましたので食べたいと思います。いや、もう本当にいい匂いで生きてるかと思います。じゃ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 、うわー、美味しそう。ご覧ください。どうですか？熱々。じゃあいただきます。まず白い米がどうなんですか。うん、おいしい。熱々、本当に作りたての熱さですね。じゃあこちらの牛肉の肉じゃが、腕のいいの料理長が作ってる肉じゃがの味です。おいしい。このおいしさは本当にお弁当のおいしさとかじゃなくて、作りたての料理って感じですね。ちゃんとしてる料理って感じです。うん、こちらの肉じゃがが結構濃い味なので、脂っこいなって思ってきたときに、こちらのザーサイで口をさっぱりしてくれます。うん、シャキシャキしてて美味しい。でも今日お腹空いてきましたので、やっぱり肉の方が食べたいです。うん、優しい風に吹かれて熱々のお弁当を食べて楽しい、幸せです。で、もう一つ用意してるのは火鍋じゃないですか。ちょっとご飯もありますので、火鍋と一緒に食べるのも美味しいと思いますよ。そろそろできてるのかな。火鍋の匂いが出てきましたので、じゃあ火鍋もそろそろいいタイミングになると思います。うわ、
このボリュームはすごい。重たいです。じゃあまず大好きな豆腐製品からいただきます。うん、大豆の香りしっかりしますね。普通に食べてる火鍋の豆腐製品と味変わらないです。レンコン、うん、シャキシャキしてて美味しい。あとしっかり牛脂の、火鍋のベースですから、匂いから味まで完全に四川スタイルの、火鍋だと思います。うん、美味しいものを食べていい環境に恵まれて満足。このようなふるさとの味というか自分の国の味ですから、例えば海外に行くとき食事に不安を抱えている方だったら、こういうものを持っていけば、なんて言うんだろう、カップラーメンよりはしっかり母国のしっかりしている味のご飯がいただけるじゃないですか。ちょっと荷物になるかもしれませんね。花見の時にもいいと思いますね。何て言うんだろう、こう花見をしながら熱々の鍋を食べて、友達と一緒に遊んだり、お酒を飲んでたりして最高じゃないですか。お腹いっぱい、うん、本当に2つとも最高に美味しいですよ。いや、最後まで食べてきたんですけれども、火鍋の方はまだまだ熱々ですね。本格的な火鍋って感じ。最後まで熱いっていうのは素晴らしいと思います。途中でもう皆さんが気づいているかと思いますが、グレラの商品はそう、電子レンジはいらないです。加熱式のレトルト商品なんですよ。この他にも、麺類はもちろんカレーとか、あと中国の名物マーラータン、あとサンラータン のビーフについてるやつとかもいっぱいありますよ。ぜひ中国にいらっしゃる際は、スーパーとかコンビニで簡単に見つかるので探してみてはいかがでしょうか。きっとあなたの口に合う、種類が見つかるかと思います。今後も中国の食文化についてどんどん紹介していきますので、ぜひコメント欄に投稿してください。では以上、トントンでした。再见。